悪い悪い。どうした？別に。うん。じゃあ話して。もういいよ。あ、そう。なんか俺のこと勘違いしてるみたいだから、それ聞いたら少しは認めてくれるかなって。コンテスト用に編集したやつなんだけど、特に2曲目と8曲目ね。私の耳は厳しいよ、一応音大生だから。とか言ってライブの時みたいに泣いちゃったりなんかしちゃったりして。ありがとう。アキ、ちょっと。はい。すごい衝撃。アイスコーヒー。何メールが来ました。そういうの困るんです。ありがとう。若菜七海、俺をどうしたいんだよ。よろしく。君のライブいつも見てるよ。君の声もパフォーマンスも全てここに焼き付いてるよ。君本当にいっぱいお客さん持ってるね。そのお客さんもっともっと増やさない？僕と組んで。あ、日本だけじゃないよ、海外だって夢じゃないから。すいません、大船に飛びましたよ。あきちゃん、今どこいんの？あきちゃん、もう何でこんなとこいんの？何、お前酔ってんの？いや、酔ってないっすよ。俺らさ、最近ちょっと頑張りすぎじゃない？まあな。高校の時以来かな。だな。あきちゃんさ、覚えてる？あの時すっげー痛くてさ、あの一番可愛いやつにさ、私とギターどっちが大事って言われて、ギター即答。いや、そりゃ言うだろ。おかしいでしょ。いや、お前も結構痛かったぞ。お前高校の時から世界制覇って言ってんだからな。全然変わってないんだけど。
やばいね、来てる。やばいよ。俺さ、スクリューみたいなバンド目指してんだよね。りょうさんみたいに人の心を動かすっていうか。この前のライブの時にさ、りょうさんの歌聞いて泣いてる子がいたんだよね。俺だって毎回泣かしてんじゃん、神様って。俺らもあんな風になれっかな。泣いてもらえるかな。泣くよ、泣く泣く、世界中の女が泣く。大丈夫だよ、もうすぐ。もうすぐだよ。